あ、この辺ぐらいですね、大体ね、前回。あ、テトリスフラッシュも入ってんですね。やってみましょうか、テトリスフラッシュね。ファミコン版、テトリスフラッシュはね、日本でもありましたけどね。はい、やりましょう。あ、これボンブリスや。ボンブリスですね。爆弾のやつですね。これでもね、前持ってたんですけどね、手放してしまったんでね。久しぶりのプレイになりますね。あ、消えた。なんかこう色でね、消えたりもするっていうね。今形が特殊だな。うわ、これめっちゃ中途半端な形。みたいな感じでもありますね。まああれかな、コラムスに近いのかもしれないな。あ、まあいいや。まあ消えたから一応ね。うわ、これやりづらいな、これ。ただ、どんどん穴ぼこになっていくんですよね、これね。消え方が横、縦とかで消えるから。あ、連鎖行きましたね、今。棒が連続出た。うん。難しいですね、これはこれでね。特性のあるテトリスですね。あ、間違えた。まあいいか。うわぁ、これは厳しいなぁ。あぁ、これダメだ。もうダメだすな、これ。お、たまたますごい連鎖出た。奇跡がね、起きたりすることありますからね、こういうゲームは。溜まれば溜まるほどにめっちゃ消えていったりしてね。おお、すげえ。あ、これでもあれやな。おお、すげえ、奇跡や。奇跡ですね。もうダメかと思ったら。これがこのテトリスフラッシュのすごいところですね。普通のテトリスだったらもう終わってますよ、あれは。あの状態だったら。
おお。でもプレイ感覚としては普通のテトリスをプレイする感覚でやっちゃうからな。次のゲームいきます。